はい、どうもネイティブフォレストです。今回はピクタさんからニューリリースされたかたまるくんについてお話ししていきたいと思います。この何々くんシリーズ、造形くん、作れるくん、植えれるくん、そしてかたまるくんですね、表紙には乾くと固まる、濡れても崩れない土というふうに書いております。水中 OK、飼育ケージ、 DIY、 園芸、まあ、いろんな使い方ができるっていう商品ですね。で、実はですね、こちら、数ヶ月前に当店モニターとしてご提供していただいておりました。そして使っております。何に使ったかと言いますと、アクアリウムショップではないので、当店テラリウム、パルダリウムショップです。はい、こちらパルダリウムに使用しております。まあ、一番はこちらの一番の特徴としては、水中でも崩れないで使えるっていうところだと思うんですけども、あえてパルダリウムの、レイアウトとして使用させていただいています。こちらの背面見ていただいてお分かりになるでしょうか。ちょっとね、カメラ近づけましょうか。今回もね、一発撮りでやってますので、カットとかしませんよ。はい、こんな感じで、この背面のですね、ちょっと中央の黒い部分分かりますかね。黒くなっている部分がかたまるくんを使っているところです。で、周りの少し茶色い部分が造形くんを使っているところです。はい、で、このかたまるくんの用途としては、ですね、今までずっとやりたかった壁面から植物をズドンと出す、このね、レイアウトをやりたかったんですよ。でもですね、なかなか今まで、それがですね、叶わなかった、理由としては、造形くんを壁面にやると、フラットなんですよね。すごくフラットで、あとは植物が根を張るまでは落ちてきちゃったりとか、そういうね、ことがありました。あと造形くんを使わないで、石をですね、壁面にシリコンとかシリコンシーランドのコーキング剤でくっつけるっていうのも少しね、危険だったりとか、ハードルが高かったりして、どうしたものかというところがありましたね。いろんな方法が、いろんな方法を試してみましたが、壁面からきれいに生えさせるのは意外とね、難しいなというところのこのかたまるくんですね。はい、で、実際使ってどうだったのかと言いますと、ドンピシャ、はい、これは作ってからだいたい 2,3 ヶ月経過していますが、最初はですね、葉っぱ2枚のところが今3枚になっています。もう根もしっかりと張って、水も吸って、光合成もして、植物が順調に、成長しているよというね、証拠かなと思います。まだですね、背面の方、セラギネラがですね、生い茂っていないので、少し殺風景なところありますけども、ここから作り込んでいくっていう感じですね。これはですね、少し、岩っぽくも見えて、岩の、くぼみに腐葉土が溜まって、そこに根を張ってるっていう風に再現させていただいております。自生地のですね、画像とかを見ると、僕もタイに行ってジャングル行ったんですけども、ベゴニアとかもいろいろ生えてました。はい、こういうくぼみに腐葉土が重なって、そこにベゴニアとかが根を張ると、はい、っていうのがリアルな、はい、風景になります。それをね、このケージでは再現できてます。まだ作ってから少ししか経ってないので、少し殺風景ですけども、これからどんどんリアルに、なっていくんじゃないのかなと思います。はい、というわけで、かたまるくん、使い方はですね、説明方法読んでください。はい、開封後は蓋をしっかり閉め、なるべく早めに使い切ってくださいとか、一度ですね、完全に乾燥させる必要があるので、まずこの岩の部分を作って完全に乾燥させてから、レイアウトをしていってください。はい、あとはですね、いろいろありますので、はい、なんかそれをね、読んでください。当店でも扱っておりますので、使用感とか使用方法とか、実際に分かりますので、来ていただいたらですね、いろいろご説明させていただきたいと思います。はい、というわけで、こんな使い方もあるよということで、かたまるくんのご紹介でした。こちら、救世主、パルダリウムの救世主です。はい、それでは今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。